冊から始めましょう。はい、どうも、はい、こんばんは、底辺の王と書いて底王と読む新底王です。はい、この時間は平日の夜の部ということで、はい、セガサターンソフトの桜大戦1の、はい、初見攻略プレイやらせていただいてます。なんて詫びてってどういうこと。はい、6個目さらします。こんばんは、うん、もちろん、うん、ね、題して底辺が桜たちを動員して盛り上がる配信、今日その3ですね。第3話やっていきますんで、はい、よろしくお願いします。神奈川県で刃物持って逃走してる受刑者って、もしかして、はい、てか逃走してるってことは今まで拘束されてたってことでしょう。誰ですか、僕のこと言ったんですか、おかしいでしょう。帝王、秋野の FF66 で一致したいが採用されるまで頑張るよ。はい、そうですか、はい。どうなんですか、はい、8個目さんいらっしゃいます、はい、9個目さん、10個目さんいらっしゃいます、こんばん。今日の夜飯は、はい、ね、昨日の餃子の残りなんで、はい、抹茶餃子でした。うん、秋野さんの FF6 って何？名前って安価じゃないんですか？うん、なかなかね、多分ね、向こうは。43歳の受刑者らしいけど、うん、はい、まさか、年近いよね。年が近いからって、受刑者だったらな、じゃあ今まで、僕は何？ね、留置場で拘置された状態でゲーム配信をしてたということになるんですが、おかしくないですか？うん、餃子、僕が好きだからですね。はい、13個目さんいらっしゃいます、こんばんは。ね、多分僕ね、あんまり野菜食わないから、餃子だったらね、野菜ね、多分ね、たんまりね、ね、盛り込んでも多分僕が食べるからってことで、だから餃子が多くなっちゃうんでしょうね。うん。ということでやっていきましょうか。よろしくお願いします。昨日の桜の日当振り込まれてないんだけど、ここ数日の帝王別人だよね。僕の日当は、リスナーさんへの感謝の言葉ですよ。何ですか、振り込みって。お金なんか払えるわけないでしょうね。僕みたいな貧乏な話が。うん、ここ数日の帝王は別人。数日って問題じゃないでしょう。受刑者ってか、刑が確定したってことはね、間違いなく裁判も受けてたってことですから、数日とかどうこうっていうの。何言ってんすか、その年齢だけですぐね、僕だって決めつけるのはね、あれでしょう。はい、チャオズ好きなの、餃子が好きなんです。はい、18個目さんいらっしゃいます。こんばんは。はい、ポトフさんもいらっしゃいます。はい、和骨です。うん、今日も桜に来て、はい、アルチューピザ屋さんもいらっしゃいますよね。桜が大量動員されてますね。はい、ってことで、うん。神奈川の時間45のね、男だと。うん。でもね、やっぱりそういうくらいの人たちが、犯罪に走ってるっていうのもね、事実ですからね。うん。それはそれで悲しい話ですがね。うん。まあ、やりましょう。はい。第3話、俺は体調失格からですかね。じゃあやっていきましょう。ロード、うん、なんかマリアの話らしいですね。神奈川県、はい、相川町らしいです。プスー、はい、うん、ね、見たいです。名古屋方面とのことで手羽先よろしく。はい、広告ありがとうございます。名古屋方面ってことでどういうこと。ブリトーさんが、はい、ここありがとうございます。残り物の餃子にカレーと餃子って合うんですか？いやーね、カレーうどんとかそういうのにカレー餃子って聞いたことないですが。乗ってますよ。車で逃げてるんですか？刃物なんか持ってるらしいですかね。胸ばかり見てるし。でもね、本当にね、近くの住人の方、本当に気をつけてくださいよ。ね。ね、はい、犯人がね、確保されればいいんですけどね、帝王も乗るしかないっていうか、もう何言ってんですか、そういうのには乗っちゃダメでしょ、皆さんもダメですよ。帝王は人間失格、うん、僕は人間失格。夕飯は、うん、夕飯は餃子でした。はい、昨日のね、作った余りの餃子で、うん、帝王はもうないっていうか、30個目さんいらっしゃいますね。はい、こんばんは。ね、何みんな体調って私たちの、だってどこ見ないんですか？皆さんの、でも、なんかあれじゃないですか、でもね、人と面と向かって話すとき、顔っていうか目って、なんかちょっと嫌じゃないですか、なんか、うん、見るのも、ね、見られるのも。だから別に胸を見るってわけじゃないですか、ちょっと視線なんかそう反らすっていうかね、ちょっとあれじゃないですか、まあ、目じゃなくても、なんて言ったっけ、なんか、うん、人のね、ところ、どこですかね。それが、うん、ね、はい、腎臓さんいらっしゃいます。こんばんは、それ目ですか、うん、はい、さやかティンプさんもいらっしゃいます。こんばんは、うん、まあ。だからね、なんか、うん、目を見るんじゃなくて、だから人の鼻の先
鼻先を見てあれするとなんか、お兄ちゃんっていう話を中で聞いたことがあったような、うん、目見て話せとか誰が決めたんだよな、ねよねうん、接客用は目見て話さないといけないのかな。胸は見てないです。接客は目見て、あ、そうなんですか。はあ、はい、広告ありがとうございます。ブリトさんは5400ポイントもね、あ、5000ポイント当たったくらい。ありがとうございます。はい。ということで、じゃあやっていきましょう。おのれまたしても過激な目に、邪魔されるとは。街中の女子高生、うん、女子大生はみんな俺と目を合わせないぞ。うん、僕もね、言って、ね、向こうが目をそらしますからね。うん、天界様、私に過激団を葬り去る妙案がございます。ほう、妙案とな。過激なの強さは隊長である大神一郎と、こいつら全員で花劇団攻撃すればいいよね。なんか縛りプレイ、縛りやってんじゃないですか。縛り攻略っていうか、縛り制圧っていうか、うん、隊長格は一人しか出撃しちゃダメってみたいな。手を止めが合うと妊娠するからな。何言ってんですか。過激団の強さは隊長である大神一郎と、立花マリアの統率力になります。そう、まあ確かにね、うん、花咲舞い散る帝王過激団。そんな綺麗なもんじゃないですがね。はい。40、ゴーミさんもいらっしゃいませ。こんばんはです。つまりこの二人さえいなくなれば。しかしそのようなこと簡単にはできぬぞ。立花マリアに関する面白い情報をつかみました。それを使えばおそらく。ほう、よし。刹那でいいんですかね。刹那でいいのかな。刹那よ。この度お前に任せよ。見事過激団を打破してみせい。母、お任せあれ。どういう情報なんですかね。くく。人には誰しも触れられたくない。忌まわしき過去がある。ありまくりですよ。さて、立花マリア、どう出るかな。僕だってありまくりですよ。第3話、俺は体調失格。帝王のことだな。もう楽ですか、うん、まあ基本的に何ね、なんかね、屋敷の中移動してアドベンチャーとあとね、戦闘のシミュレーション交互にやっていくって感じですかね、うん。これにて帝国歌劇団花組公演シンデレラを終了させていただきます。全ハードルヒロインクリアしてる私が頼みます。マジですか。すごいですね。本当のガチのガチ勢の方がいらっしゃいましたね。はい、47個目さんいらっしゃいました。こんばん。いや、僕はね、本当にこれがシリーズ初見で、うん、かなり適当にやってきますね。うん、ご機嫌ね、そこはないっていうか、うん、機嫌を損ねないように気をつけますね。うん、呼ばれたからお出かけしてくるよ。呼ばれた、はい、すいません、行ってらっしゃいませ、ね、走れ鈍足のでしょ、僕の場合多分鈍足か、はい、底辺歌劇団ってことで、はい、49個目さんもいらっしゃいませ。こんばんは。シンデレラを終了させていただきます。本日のご来場誠にありがとうございました。皆様のまたのお越しを心よりお待ち申し上げております。しかも全シャワーシーンも全ヒロイン見てる。そんなに。ああ、でも。人は声優の桜大戦の。いや、ちょっとあれですけど、昨日なんかね、その。いや、こういうこと言うとあれなんですよ。ちょっと昨日ね、すみれさんでしたっけね、シャワーシーン見たけど、ちょっとね、言って、いくらね、そのね、普通の家庭用ゲームのあれでも、ちょっとシャワーシーン物足りなくないですかねって、ちょっとなんか、がっかりしたかなってとこあるんですが、ガチの人は声優の桜大戦の舞台も、まあ、そりゃそうでしょうね。うん、はい、不明玉ピースさんいらっしゃいませ。手を刃物持って逃げてるって。じゃあ、今ここで配信してる僕はっていうか、僕ね。はい、どうも、K-POCK さんもいらっしゃいませ。こんばんは。うん、でも本当にね、皆さんね、周辺10人の方いらっしゃったら本当に気をつけてください。逃亡先って。いや、だから逃亡する前も僕、今日昼間、違いますよ。うん、いや、バーオじゃない、もうちょっとなんかね、って思ってたんですね。うん、もうちょっとね、ギリギリのところ、ラインをね、攻めてきてるのかなって、うん、期待したんですがね。やれ、やっと森から解放されるな。さてと、とりあえずどこかに行くか。どうでしょうね。でもこの時間帯じゃまだ、イベントか。でもこのマリアのシナリオってことは今日のシャワーは何？マリアってことですかね。あ、マリアじゃないか。おーい、マリア。ブロマイド買おうぜ。買います。はい。
あれ聞こえてないのかな。おーい、マリア。え、うん、いや、そこまで余裕でしょ、うん。僕にかかればそんなもんちょろいですからね、逃亡くらい。あ、勝利。どうしたね、マリア。ぼーっとするなんて、マリアらしくないぞ。勝利、つかぬことをお伺いしますが。あ、ああ、なんだい？勝利は、昔の夢をよくご覧になりますか？あんまり見ないなぁ。女の子、いや、ささそらかな。昔の夢はあんまり見ないなぁ。でも、どうしたんだ？そんなこと聞くなんて。いえ、なんでもないんです。おい、マリア。どうしたんだろう？いつものマリアらしくないな。ま、お疲れ様、大神さん。ああ、かすみくん、お疲れ様。大神さんは今、マリアさんとお話ししてましたよね。うん、でも、なんだか話も上の空って感じで、マリアらしくなかったよ。大神さん、さっきユリから聞いたんですけど、今日の舞台でマリアさんがセリフを間違えたんですって。あのマリアさんがそんなミスするなんて信じられませんよね。かすみくんは好きじゃないんですか？何ですかね、パーフェクト超人ってことですね。何か、うん、あ、間違えた。あ、やべえ。え、何、もう言ったつもりだったんですが、え、かすみくんは好きじゃないですか？うん、それだったらまだ選ばれの方のかすみの方がまだいいかなって。ちょっとなんか豊島臭いよ雰囲気があるっていうか、うん、大神さん気になりません？気にならないわけじゃないけど、こんな時、カンナさんがいてくれたら、カンナ誰ですか？カンナ？はい、どうも、ひずみストさんいらっしゃいまして、どうも、こんばんは。天童かすみ、あら、ラマのですか？ねえ、あの人、何言ってんですか？大神さんにはカンナさんにお会いしたことはないんでしたね。霧島カンナさんといって、マリアさんの同期の花組で一番古いメンバーなんですよ。へえ、何、帝王の本名って小林なんでですかってことは。何、捕まったってこと？何、逃亡犯もう捕まったの今。小林も、あ、違う、逃亡犯って、あ、そうか、そりゃそうだ。名前が、そりゃそうでしたね。名前バレて、そうですよね。だから、そうでしょ。名前が違うんだから。何もやってませんよ。はい、66目さんいらっしゃいます。こんばんは。僕は小林なんて名前じゃないから。誠でもないから。霧島カンナさんといって、マリアさんと同期の花組で一番古いメンバーなんですよ。マリアさんと付き合いが長い分、きっと力になってくれると思うんですけどね。知らないですよ。その辺の状況もよく知らないんですけど、覚醒剤で捕まった人なの。ホンダクロノフィット、でも車ですごいですね。横浜方面に逃亡みたいって、なんか。琉球空手だっけか。でもね、どうなんでしょうね。でも、さすがに、車持ってるとなるとちょっと怖いですよね。ね、本当に、もう何でもするでしょうからね。帝王が捕まるとしたら盗撮か食い逃げ。いや、どうでしょうね。食い逃げは普通にありそうだから、反論できないけど、盗撮はしませんよ。マリアさんと、付き合いが長い分、きっと力になってくれると思うんですけどね。食い逃げ、そう。いや、だから、もう最初からもう捕まる前提で食べるっていうか、無染色ですね、ある意味。うん、もしもし、お姉さん、次回公演の切符が欲しいんじゃが。自動ポールの持ってね。申し訳ありません。すぐにご案内します。それじゃあ、小神さん、失礼します。仕事も私どっかに行ってみるか。うん、マリアに会ってもう少し話をしてみようか。で、何、また、売店。そんなに、ブロマイドなんか全部集めたらいいことなんでしたっけ？何言ってんですか？どうも。やめてください、すぐそうやって。シャワー、もういるんですかね。あ、大神さん、こんにちは。今回の公演はシンデレラなんですよ。
先日に続いてマリアさんの王子様役がハマっていますよね。誰なんでしょうね、お姫ね、シンデレラ役は。ひんむけないんですか。いや、ひんむいて言うてか、ひんむきたいですけど、ひんむけないんでしょう、そのマリアが。シャワーはタイミングが難しい。そうなんですか。大神さん、どうかしましたか。いやー、なんでもないよ。とりあえず、これで、また。確かね、スミレとコーナー買ったから、どうでしょうね。こっちはこれは、ブロマイドお買い上げですか。ありがとうございます。それは桜さんのブロマイドですね。50銭になります。お客さんの分もあります。今、1枚だけにしておいてくださいね。胸見てもね、てか、いやでも嫌われたくない。なあ、もうちょっとブロマイだったら、もうちょっと、なんでこんなムスっとした写真なんですか。お買い上げですね。ありがとうございます。最近、さくらさんの人気急上昇中なんですよ。親しみやすい雰囲気のせいね。何これね、ブスってしてる顔でしょ。ねえ、じっとこちらを見つめている。何を思っているんだろう。これで、ムスッとはしてないやろ。あ、そう。これを1話で購入していれば、いや、わかんないですけど。桜の好感度上がったのに。これを1話で、そうなんですか。まあいいですよ。いや、帝王のじゃないでしょ。僕と同じ年代の犯罪率がってことでしょ。はい、アポロさん、いらっしゃいませ。どうも。ムスッとじゃないのかね。見ちゃっても、でも、ちょっと、大神さん、どこ見てるんですか。もう、やだ。もっと反応しないですかね。大神さん、恥ずかしいから、そんなにじろじろ見ないでください。毎度ありがとうございました。また来てくださいね。見られて喜ぶ女。喜んでんですかね。じゃあ、もうシャワー行っちゃいます。これはメスですわ。メス。あれなんか、あれ誰かいる。なんかすごい勢いで飯を食ってる人がいるぞ。あれこれ最後の人じゃない。他には誰もいないようだな。別の部屋に行ってみるか。あれ何、接触しないの。食堂じゃなくて、地下に行きたいですが、クリリン、この人がクリリンなの。置いてよ。はい。食い逃げか。食い逃げしてませんよ。これでシャワー室。なんかまた、これはプール？更衣室？あれ？シャワーの音がするぞ。ロッカーも開いてる。最後のアバンの人じゃないでしょ。これは誰？ロッカーの中に、コーラの服が、ということは。最終的に13人と恋愛するからな。そうね、13人。だってヒロインで6人じゃないの。いかん、頭がクラクラしてきた。しっかりしろ、奥髪。体が勝手にシャワー室に。ダメだ、体が勝手に。でもこれほんと、これって、好感度がガタ落ちするんじゃないの。いいんですか、でも。体が勝手に。ああ、もう、もうちょっとね、なんか、ダメなんですかね。これぐらいがギリギリ限界なんですかね。13人特化して、コーラがシャワー浴びてる。あれ？しかし、俺のこと気づかないのか？もうちょっとね、はっきり、さて、あれ？うちのメガネはどこかな？あ、見えてないってことか。なるほど、メガネを外してるから、俺のことが見えないのか。これ以上見えたら晩になる。いやー、もうちょっといけるでしょうね。だってね、セガサタンのね、セガサタンの近代史だってもっと攻めてたでしょうね。やっぱそれに比べたらちょっとね、待てよ。ということは、メガネをかけたら？あ、メガネや。こんなとこにあったんか。まずい。急いで逃げなくては。なんだ、逃げたか。東京8人、パリ5人の13人やで。8人、5人？いや、パリって、続編かなんかがパリなんでしたっけ。でも今6人でしょ。なんとか気づかれずに済んだかな。しかし、コーラのシャワー姿、もう少し見ていたかったな。さっぱりした。あれ、大神はん、こんなとこでどないしたん？うわ、コーラ、ずいぶん早かったね。
いや、あんまり、アホとか、ね、言わないであげて、一応ね、このゲーム買ってくれた、ね、リスナーさんなんで、うん、やってて僕に勧めてくれた、うん、ずいぶん早かったね。早い？早いって何がや？いや、その、変な拝み派やな、前はうちは失礼します。そうそう、どこに行くつもりか知らんけど、地下には誰もおらんで。みんな今頃舞台のセット修理するために、舞台袖に集まってるはずですわ。わざわざ一緒に教えてくれるんですか？ふぅ、なんとかバレずに済んだか助かった。さて、俺も行く。ってことは、もう、ダメですか？もう、誰もいない？ここ、探索するだけ無駄ってことですかね。じゃあ一回戻りますか。ってことは楽屋？舞台？あ、いた。あ、大神派、ところに来たわ。俺に言ってたのか、ダブル気遣いかった、ウングぶっこんだぞ。どうしたんだい？少尉、このセットが倒れそうなんです。支えていてくださいません？みんなで修理しようと思って。ねえ、マリアさん？そうだったわね。ねえねえ、マリア、なんか元気ないよ。どうしたの？そんなことはないわよ。さあ、修理を続けましょう。うわぁ、セットが。キャー！大神さん。お、すごい。ぐおー、重い。うひゃー、すごい。大神さん、ごっつ力持ちやな。うち、感心したで。いいから、早く、なんとかしてくれ。すぐにロープで引っ張りますから。お兄ちゃん大丈夫？汗びっしょりだよ。余裕かましたって。余裕かましてみましょう。ははは。なんのこれ式。少尉、身を張るのはお許しなさいな。誰が見ても痩せ我慢ですわよ。すみれさん、そんな言い方ってあんまりじゃないですか？頑張ってください。大神さん、すぐに引っ張り上げますから。キャラによって反応が違うってこともね、みたいですね。大神さん、ファイト！ここは踏ん張りどころや。お兄ちゃん、アイリスが汗を拭いてあげるね。うわ、ちょっと、よせ、くすぐったい。どこの汗拭いたんですかね。あ、キャー！お兄ちゃーん！広告ありがとうございます。はい。広告、レトル社長さんが、300ポイントありがとうございます。あの帝王が、ゆい子のために、何？読み聞かせてくれる放送だよ。わ、ちょ、そんな、よう、ただ、視聴者、まあ、よい子の、まあ、その年代ですかね。はい。102個目さんいらっしゃいませ。こんばんはです。桜大戦、今3話ですね。アイリス、伏せろ！ん？あれ？あ、この腕はもしかして？あれ？お兄ちゃん、アイリスたち生きてるよ。98個目が何も言い返してこなくてつまらんのだが、ダブルただのチキンだったか。いや別にそこまで別に考えてコメントしたわけじゃないと思うから、あんまりそんな、もうこれ以上いいですね、触れない方がいいですよ。ああ、だらしがないね、この程度のことで。ほら、そこのメガネのあんた、早くロープで引っ張り上げなよ。すごい。片手で切磋琢磨。やめときましょう。はあ。てか、初登場の割にボイスがないんですかね。君は？ウォーズじゃない。煽らない。煽らない。はい、107個目様いらっしゃいませ。こんばんは。ね、完全に脳筋系ですよね。てか、ここで登場するんだ。まったく、何を騒いでるかと思う。うわー、クリリンだ。ザガッツ。ね、完全にクリリンですね。レス場の時間だ。誰よ、あんた。
この人が何、霧島カンナ。すまねえなアイリス、荷物が全部流されちまってさ。流された。カンナ無事でしたの。カンナ、この人が。沖縄からの帰りの船が沈没してね。さらっと言いますね。さらっと沈没とか言って泳いできたって。お、泳いで？相変わらずだね。どうやら新入りが火の風の3人か。で、さっきからギャーギャーごめんてたのがあんたかい。名前は？ああ、そうですね。泳げなくな、ねね、なる設定なんでしたっけね。え、大神一郎だ。前は海軍の少尉だったけど、今、この帝劇の隊長さ。へえ、少尉さんかい。道理でいい面構えしてるわけだ。気に入ったよ。ね、これ胸の部分がなきゃどう考えても男にしか見えないっていうか。カンナ、新人のさくらとコーランよ。よ。新宮寺さくらです。よろしくお願いします。うちリコーランや、よろしいな。でな、あんたえらい男に見えるけど。ねえ。ありがとうよ。でもあたいはおんなだぜ。カンナ、よく帰ってきてくれた。そうですね。何しに沖縄行ってたんですかね。ヨネダ社員に、この人は。霧島カンナ。神奈川県速報提供、はい、肉のないカレーは最高だぜ。超人気 YouTuber 障害逮捕。同棲中の元アイドル女性を殴り、顔を踏みつける、怯える帝王。ひどい人もいたもんですね。逮捕。人気、超人気 YouTuber 障害。そんな有名な人なんですけど、いや、僕、ね、YouTuber とか、全くわかんないから、うん。ね、誰、渡辺真帆と、うん、同棲中の何、アイドル女性ね、本当に、何やってんですかねっていうか、うん。この人も何、神奈川なんですか。ね、チャンネル登録者270万人超。ね、26歳。東京港区じゃないですか。なんだ、神奈川じゃないか。いや、でも、ね、なんでそんなアイドルね、そんな、ね、殴って顔、ね、そんなひどいことやりますよね、本当に。ね、霧島館の琉球空手、何、霧島流継承者。これで花組全員集合だ。久しぶり。霧島カンナ、彼女が花組最後のメンバーなのか。よう、つばあってクズばっかでしょ。まあね、川越シェフみたいな顔だな、このユーチューバーとやら。ああ、そうなんですか。いや、顔はちょっと見てないからわかんないですけど。っていうわけで、今までやった一番の悪事って何。僕がやった一番の悪事、内緒、言えない。なんとか自然石割りはできるようになったんだけどね。さすがに船が沈み始めた時は肝を冷やしてよ。まあ誰もあなたのことは心配していませんでしたから。内緒、そういう、うん、言いたくない。そういうことはやってません。そういうことはやってません。でも一番心配してたのスミレだよね。違う、カリパク。まさか女児レイピー殺人。何言ってんですか。何を言うのこのガキャ。相変わらずだな。みんな安心したぜ。空手の修行に沖縄まで、はあ、えらく遠くまで行ってたんやな。へへ、まあね、あたいの生まれ故郷だし、修行するには沖縄が一番さ。ってか、なんでわざわざ沖縄まで修行に行ってたんですかね。うん、あれ、ところでマリアは、さっきお部屋に戻られたようですけど。なんだ、付き合い悪いね。まあいいや、そこの少尉さん、ちょっと付き合ってくれよ。どこへ付き合うんだい。
付き合うってどこへ？タネスに決まってるだろ。あんた海軍士官学校で首席だったらしいじゃねえか。海軍仕込みの格闘術見せてもらおうか。え？お大事に、少尉。何、まさか、何、そんなミニ、対戦格闘のミニゲームがあるなんてことないですよね。いや、違うか。じゃあ隊長、手始めに、組手からやってみようか。初見です。はい。ウー星やつらの諸星あたるの父親って誰でしたっけ？いや、わかんないっす。諸星あたるの父親って、名前はわかんない、うん。ごめんなさい。諸星でしょ？いや、違うでしょ。それウルトラセブンでしょ。はい、126個目さんいらっしゃいませ、こんばんは。いや、名前はわかんない。名前ってあるんですか？あんまりね。ごめんなさい。諸星大二郎？大二郎？それ違うんじゃない？諸星すみれ、諸星和美？わかんない。どれが正解かもわかんない。組手？あたいが隊長に技を仕掛けて、隊長はそれを受けるのさ。クリニックでもないでしょ。声優は尾形健一さんなんですが。体はよく知らないし、俺が受けきれるわけないよ。声優尾形健一さんだね。そうなんですか？いや、でも、いや、だからなんで、声優が尾形さんだからってなんで僕が知ってるってことになるんですか？それはね、あれでしょ。誰だよ。誰じゃよね、本当に。わしじゃよって言えばいいんですか？もう。声優を教えてやれよ。いや、わかんないですよ。誰かな？大丈夫だよ。こっちの技の順番、ちゃんと教えておくから。じゃあ技を言うかちゃんと覚えてくれよ。何？まず下段蹴り、次に腹に正面蹴り、最後に上段回し蹴り。いいかい？じゃあ始めるぜ。何？これ本当にミニゲームなの？こんなんでミニゲームやらされるの？じゃあ行くぜ。隊長、受けてみな。あ、違うか。来るぞ。最初は、下段蹴り、バッター。下段蹴りだ。やるな、隊長。あたいの蹴りをかわすと、あたい、組手ってことは何？蹴りを受けるんじゃない？ガードするんじゃない？何？お次は聖剣好きだ。さあ、これを止められるかい？お腹を防御。払いの聖剣好き。止める。どうすんの？聖剣好きも受け止めたか？こりゃ甘く見すぎたかな？それなら、あたいの最後の攻撃、受けてみな。上段、回し蹴り、見切った。よし、どうだ、すべて受け止めたぞ。やるね、隊長。士官学校の史跡というのは、さすがに伊達じゃないな。あたいの技をすべて受けられるなんて、隊長、大したもんだよ。ははは、ありがとう、お褒めに預かって、光栄だね。隊長、改めてよろしくな、霧島カンナ。隊長の部下としてお役に立ってみせるぜってか、ここまでの流れ見てると、なんか、これ本当に3話って、マリアのシナリオなんですか？もうこれ、霧島、このカンナのね、エピソードでいいんじゃないですかね。そうだ、隊長、稽古やって腹が減ってないか？もしよかったら、カンナ様特製のスペシャル料理を食わせてやるよ。エッチですかね。どうだい隊長、飯に付き合わないか。飯は、いただきます。生前食わのは何とやらって言いますかね。いいね、いただくよ。ちょうど腹もペコペコだ。よーし、話は決まりだ。早速、厨房に行こうぜ。でも、この子と付き合っていたなんか、異性っていうより、なんか男友達としてなんか、親しくなってる感じですよね。どうなんでしょうね。はい。違います。はい。レバサシさんいらっしゃいませ。こんばんは。僕は昨日の余りの餃子です。じゃあ、隊長、あたいが料理してる間、食堂で待っててくれよ。帝王今日も贅沢だな。なんで餃子が贅沢になるんですか、もちろんトップバリューのラーメンです。違いますよ。わかった。じゃあ、楽しみに待ってるよ。楽しみに待ってるよって言ってもなんか、料理作れる柄なんですかね。さて、じゃあ、カンナの手料理を待つか。こいつルフィだよね。ルフィ、
ね、声優田中真由美さんですからね、クリリンとも言えるし、遅いな。まだかよ。フカヒレなんか入ってません。フカヒレなんか食ったことないですよ。これ待った方がいいのかな。せかすのもあれかね。お待たせ、はいよ、できたぜ。なんだいこれ。ご飯の上に何か赤黒いものが乗ってる。何、ご飯ですよ。黒豚と何、苦うりを、唐辛子と黒胡椒で炒めたものだよ。これが麦飯とよく合うんだ。なんか唐辛子で真っ赤だぞ、真っ赤だぞ。はは、気にしない気にしない。ポテト買ってきたけど食べる。食べたい。ください。セブンイレブンですか。まあ僕は明日ね、夕飯できればね、マックのポテト食いたいんですけど。じゃあ遠慮なく。腕、こりゃ辛い。火は一応通っていいけど、味は塩辛いし。あれでも、最初の一口を我慢すると。内緒、自分で探して。最初の一口を我慢すると、うまい？美味しいじゃないか、これ。うまいよ、カンナ。ははは。何か全サイズって。いいじゃないですか。いや、安い時に。だったのかですかね。はは、料理というのもおこがましい代物だけどね。ま、子供の頃から枯れてばっかりだったし、しょうがねえよな。いや、そういえば、カンナ、俺はまだ君のことをほとんど知らないんだ。100円で何人入れてんですか？仮に今にね、来てるリスナーさん100人であれしたって1万円ですよ。1万円で探偵なんか雇えないでしょ。よかったら教えてくれないかな。ね、本当に。見てくれのとこだって、ね、胸のとこはなかったら本当に男ですよね。ああ、何でも聞いてくれ。空手についてここに来た。きっかけは久々の定期、これ何、時間ないの、どうでしょうね。ここに来たきっかけ、どっちでしょうね。空手はどうでもいいけど、ガチネットストーカー枠、写真1枚で住所や家族が入ってた情報まで特定できるらしい。空手用なんか写真撮って嫌ですよ、嫌ですよ。そんな写真公開するわけないでしょ。ここに来たきっかけを教えてくれないかな。どっから話そうかな。あたい、この年までずっと空手一筋だったろ。あたいには空手しかない。いや、空手以外のことなんてできっこない。ずっとそう思ってた。舞台に立つなんて考えたこともなかった。けど、あたいにも空手以外のことができる。それで人に喜んでもらえる。それに気づかせてくれたのが、あやめさんだと。あやめって誰？ただの馬鹿じゃねえか、こいつ。初めて舞台に立った時のことは一生忘れないよ。へへ、男役だったけどな。あたいの前で、幕が上がるだろ。すると目の前に見えるのは眩しい光だけなんだ。何のことはない。そりゃスポットライトの光なのさ。だけど、それがあたいにはなぜかお袋のように懐かしかったんだ。お袋は早くに死んじまって、もう顔も覚えていないけどな。そうだったのか。眩しくない。そこまで、あのね、はぎ上がってないから。へ、だけど未だに舞台の上で大根役者さ。私にとっての舞台はそんなとこかね。全部選択肢。空手について、聞いた方がいいんですかね。空手について教えてくれよ。難しい質問だね。うまく言えないけどさ、人にはそれぞれ生き方ってのがあるだろ。生涯畑を耕すやつ、漁に命をかけるやつ、金持ちになりたいやつ、そんな中で私みたいに強くなりたいと考えるやつがいてもいいんじゃないかって。何言ってんですか。段どころか9とか持ってないですかね。あたいは思うのさ。あは、答えになってないね、これは。正直なところ、あたいにもわからないんだ。強くなってどうしたいのか。多分、答えが出るときが修行をやめるときなんだろうけど。久々の定劇はどうだい？久々の定劇はどうだい？前と変わったかい？そりゃ変わったよ。僕はしてない。新人が3人もいるんだもんな。
そうか、そうだよな。まあ、隊員も増えて、にぎやかになったことだし、これから毎日同じ釜の飯を食うんだ。よろしく頼むぜ、隊長。無線飲食八段、うん。違いますよ。なに、そんなもんに大なガレーション。それだったら、大じゃなくて、前科で語られるでしょ。仕事。すごい当て字ですね。はい。トドさんいらっしゃいませ、こんばんは。うん、まあ確かに本当に死にたくなるようなしね、仕事かもしれませんけど。無線飲食前科8班。そっちの方がまあね、一応トンティか。いやだから僕はだからって無線飲食してませんからね。わかった。こちらこそよろしくな、カンナ。了解。へへ、なんだか照れるな。あれ？もうこんな時間だ。本当だ。ずいぶん話し込んでしまったな。最初はどこでやったの？どこでもやってません。やってませんから。じゃあな、隊長。また明日。手を悪いやつだな。何言ってんですか？隊長。一つ言い忘れてた。なんだい？桜とコーラ、あの二人、素直でとてもいい子たちだ。あたいはすごく気に入ったよ。そして、隊長、あんたのことも気に入った。あれ？なんかちょっと、方がわからんでる。そうかい。ありがとう。あたいが気に入ったやつなんて男でも女でもめったにいないぜ。はい。なんかすごい。ダメです。何ですか、その、165個目のあれは。何なんですか、なんかすごい生々しいというか、なんか、うん。どうなんですか ?280 円でも無線飲食になるんじゃないのね、金が払えてないってことは。ねえ。どうなんですかね。広告ありがとうございます。野良倉さん、はい、ありがとうございます。うん、じゃあ、これからもよろしくな。おやすみ、隊長。カンナの気に入った男が悪くないな。さて腹もいっぱいになったし部屋でゆっくり休むか。今日は夜は何もイベントてか見回りないの？うん、ギフト、はい、すいません、ありがとうございます。はい、神蔵さん、300もいいんです。いらないね、そんなもらってね、そんな、いただく、ね、ような、理由ないんですけどね。すいません。ありがとうございます。はい。ありがたくいただきます。いやいや、そんなこと気にね、されなくても、何もギフトね、くださらなくてもよかったんだよ。ていうか、むしろそれは、そのね、食材っていうか、それは行った相手にね、送るべきじゃないんですかねってあれですけど、まあいいや。確かこの辺りで、マリア、どうしたんだい？少尉。何でもありません。マリア、何なんでしょうね、一体。こっちは？あの見た目が真っ赤なのに食べたら美味しいカンナの手料理か。ん？見た目が真っ赤、どうなんでしょうね、料理見たことないから。ね、グラフィックでは見えなかったから。相手には別に悪いと思ってない。そうですか、はい。何か蹴飛ばしたようだが。なんだこれは。なんかいかにも。少尉、それは。少尉、そのロケット、どこで拾いました？今、ここで拾ったんだけど。そうでしたか。すいません、探していたんです。そうだったのか。それじゃ、これはお返しするよ。何がですか？ありがとうございます。どうしよう。いやー、突っ込むのかな？中にあるのがいいのかな？スターライトガチャでイベキャラ10連でゲットしたよ。ついてる。おめでとうございます。いいですね。引きが良くて。中には何が入ってんだ？僕ね、なんか、ねえ、いやね、ガチャ、あんまり。いいもん引けた記憶がないからね。それは、っていうか、そもそも、ね、いや、僕の場合、ガチャね、大体ほぼね、無課金ガチャしかできないですからね。課金ね、するお金がないから、なかなかそもそもやる機会がないんですがね。はい、まさもさんいらっしゃいませ。どうも、こんばんはです。今、桜大戦3話です。マリア？
ありがとうございました。失礼します。え、なんだか機嫌は悪くなった？マリア。あんまり、あのロケット。最近マリアが元気ないことに関係あるのだろうか。そういえば昔の夢がどうとか言ってたな。マリア、今夜君が見るのはどんな夢だろうか。これってロシアの衣装ですよね。なんか軍服か知らないけど、ね、ロシア風の、ね、衣装ですよね。ダメですよ。そうそう浮き上がりませんから、とりあえずこれで前半、状況は？これで6人か。はい。いや、今日は食べてません。明日食べられたらね、親と交渉して。今日は餃子食べましたんで。はい。てつさんいらっしゃいませ。どうもこんばんは。ちょっと待って、ご機嫌斜め。なんで？覗いたから？覗いたからご機嫌斜めってことなの？てか、あんまりなんか、ね、言ってまだ好感度全然、ね、普通って。合成ですかね、そうだね。まあ、とりあえず続きやりましょう。柱を痩せ我慢した時に下がってたで。柱を、え？そういえば。そうかそうか、なんか、あの時スミレだけなんかご機嫌悪くなってましたからね。何これ、何その、1話ごとの機嫌、好感度なんですか？してませんよ。リアルだ。あ、なに？恋人？まあ、過去の何ってね、まあ、そんなのはなんかわかる気はしますが、で、なんで最近その夢を見るようになったかですがね、夢か。またあの時の。てか、なんで、ロシアなのに、ね、日本に来たのかが。ああ、そういうことなんですか。はい、わかりました。ありがとうございます。敵？嫌なことは重なるものね。何？もう戦闘？早くない？全員揃ったか。いえ、マリアさんが、まだですわ。マリアが遅れると、珍しいこともあるもんだな。言えない。それもいずれわかるんですか？遅れて申し訳ありません。どうしよう、カンナに、いや、とりあえずマリアに。マリア、大丈夫か？顔色が良くないようだけど。私なら大丈夫です。お気遣い無用ですか？しかつスルーした方が良かったの？それより長官、クロノス界の情報をお願いします。では、全員揃ったことだし、早速、作戦会議に移ろう。クロノス界の魔装騎兵が、築地に現れたという市民からの通報があった。築地ですか？魔装騎兵は、川口付近の、廃屋街に出現したわ。住民への被害はなさそうだけど、混乱が起きないうちに、沈静化する必要があるわ。なるほど、わかりました。カンナ、久しぶりの出動だ。よろしく頼むぞ、大神。はい。よし、みんな、全員が集結した帝国過激団の力を見せつけてやろうって。これ、アイリスも出るってこと？帝国過激団、出動せよ。よく考えたら最大で6人、7人か。舞台数が7ってことですね。そこまでシミュレーション。やっぱ構図はかっこいい。かっこいいですかね。そのうちスパロボでもなんか出そうな雰囲気はありますよね。今度なんか出るんでしたっけね、新作ね、桜大戦。
ね、そのあたりに便乗して、ね、今度のスパロボで、うん、桜大戦もってこともあったり、ありそうですよね。うん、そのうちって言われて何年か経ってるんだ。いや、そんなこと言われても。ジオン製？ジオン製かわかりません。いや、帝国製に、日本製じゃないの、さすがに。え、もうセーブ？まあ、ここでセーブ入るってことはね、まあ、こっから戦闘でしょうけども。機嫌もでもそんなに、うん、変わってない。ああ、そっか、何だから、この、能力値も1話ごとってことですか、補正。うん、神崎重工で生産されてる機体。神崎重工なんですか、なんか聞いたことあるような、あれですが。いや、別に、いや、別にだって、僕は何も、アイリスとまだね、イベント何も、うん、今回なかったですから。わあわあわあ、でもこのグラフィック見るとなんかペルソナ思い出しますね。なんかいる。うん、オンキリキリバサラウンバッタ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 。ふふふ、そこまでだ。クロノスカイ。僕じゃないです。僕はポコペン、ポコペン、誰がついたって。うわ、すごい。ロッキー。うわぁ。現れよったな。帝都の犬どもめ。犬か。ピッコロ大魔王かよ。だが遅かったようだな。六波星コーマ人第二の封印はこの青木刹那がすでに解き放ったわ。封印特戦隊みたいな坊主。我がしもべどもよ、やつらを生かして返すな。でも結構多いですね。大神君、あの機体は、クロノスカイ幹部刹那のものよ。やつを倒せばこの騒ぎは収まるわ。すぐに向かって、すぐにって何、下僕、よっしゃ、隊の初出撃だ、気合い入れていくぜ。この赤いのは缶なのってこと、どうですかね。ちょっと先に範囲見ます。あ、近接、必殺も近接、完全に接近戦ファイタータイプって感じ。完全近接パワータイプ、必殺技も強いで。そうですか。まあでもなるべく必殺は温存しておいた方がいいんですよ。どう73、ちょっと残った。私が頑張んなきゃ。届く、届かない、届かないのはしょうがないですもんね。あ、そっか、うん、これも無理でしょうね。届くかな。これポーランでしょ、うん、でもこれ範囲外は無理なんでしょう。どうしよう。別に倒してもいいんですよね、誰でも。敵は私が倒すしかない。いや、もう倒しちゃったけど。順があれだとしたら、何、スミレが一番ノロマってことになるんですか。
うわでも結構多いですよね。隊長、あたりはどう戦えばいいんだ。前線で切り込め、とにかく飯を、ね。ああ、そっか、好感度で速さも、お、さすが隊長だね。仲間のことがちゃんと分かってるじゃないか。あたりの特技は空手だぜ。だから接近戦が得意なんだ。最前線で使ってくれよ。あたりの得意な琉球空手で敵を叩きのめしてやるぜ。だから、接近戦のやつを前に出して、壁にした方がいいってことですよね。暴力。私が頑張んなきゃ。ここで、さくらで壁にすれば。届かない。どうしよう。ダブル。最近読んだ漫画で琉球海賊会が金玉に膝蹴り連発して殺してた。どういうこと？琉球空手使いが何？いやあんまり空手とか急所ってまあ。まあ競技はあれでしょうけど、やっぱりそういう格闘技はまあそういうね、やっぱ急所狙うようなね、行動もあるんでしょう。え、これも届かない。なんか完全にグダグダになってる。私の出番ですわね。いやこれ遅いキャラって歩くだけ終わること多い。確かにね、これもね、ちょっとあれだしな。このフェーズは、敵に近づけさせて、かばうのはどうなんでしょうよ。ダメージ受けて、もう、ボイス聞いてると、もうほんと、ルフィかクリリンか渡るかってね、そんな感じですよね。あ、そっち狙う。あ、11。あ、弱い弱い。なんか、え？なんかやってきた？何これ、ちょ、ずるい。え、何？ルフィね。何？範囲攻撃。何？敵もやるの？ずるい。どうしようこれ。先に潰した方がいいですかね。てか、でも移動ができないよ。マイクロミサイル。ねえ、どうしましょう。どっちや。ダメです。先にあれ潰さないといけないんだから。どうや。倒した。あ、すごい。ワンパンだ。どうしましょうね。バラ。ばらける。ガンガン突っ込ませます。私が頑張んなきゃ。青いのは大筒って言ってコーランと同じ。コーランが使うあれはねえ、まあ、ちょっと先にやるしかないでしょう、ね、うざい。でもちょっとあれか。コース取りですね。ただ、ここらのあれで大丈夫ですかね。落とせる？ほい。39、足りた？やったで！ここで固まると大筒の餌食になるのよ。ね、行こうぜ隊長。どうしましょうね。セイフ。どうしようかな。順番的にはあれだしね。
こっちやっちゃいましょうか。そこ。それ。オッケー。やりましたわ。来る。まあ殴られちゃう。え、動かないの？どうしよう。あんまり突っ込みたくもないんですが。おならと一緒に裏筋しないでください。つけもんさんいらっしゃいますよ、ごま。あれ？あれ？なんで動かなかったの今？あれ？パスしちゃった？あれ？なんで？スワップグ達人の帝王にはまだ余裕だね。達人ってほどやり込んでないですし、ダメですよね。どうしようかね。あると怖いんですよね。回復。いやまだいいでしょう。私の出番ですわね。来た来た来た。くそ。なんでこいつら動かないんですかね。見せてやるぜ。どう生きるっていうか、行くしかないんですかね。こっちから回り込むしかないんですよね。暴力。嫌な予感もするんですが、大丈夫なんですかね。ん？下がる？え、なんで下がるの？え、こっちから行けますよね。隊長の力を見せて。3体も破壊できたような気がしなくもない。え、本当なんですか。マジですか。あ、違った。あ、間違えた。かばうつもりだったのに。本当に？あ、でもあれ。どうしましょう。でも、まあ、下がってるっていうか、あれですけど、でも。これ
で壊せないです。必殺ノットバリバリ使っていっても大丈夫やで。まあこれでドラム缶どう？あ、でも残るか。私の出番ですわね。これあーここじゃダメ？あれ届かん、射程って2でしたっけ？これでここダメか、タタレと照準あれしないとダメ。やっちゃったな。てかなんで逃げてん、逃げてんってか下がってるよなんか。そっから何攻撃ずるい、届くからってずるい、あだから回り込んでるってこと。でも一回どうしたらダメなんですよね。ますかね一発で、スネクラチカー86ナイス、こうなれば、範囲はあれだけど、腹が痛い。どうしたんですか、なんですか、食あたり。気合を入れるぜチェスト。なんか変なもん食べたんですかってか。アシガルテチェスト、どこ。そうなるとどうでしょうね、あんまり先突っ込むのも良くないかな。ちょっと傷ついてるし、回復しましょうか。アイスを大量に食いました。大量にどんだけ食ったんですか。じゃあそれが原因でしょうけど、いやでもこっからじゃあれか。こえぬって何ですか。こんですか。はい、うっくんさんいらっしゃいませ。どうもこんばんはです。桜大戦3は今やってます。どうじゃ、てぃ、あ強い強い。これ普通にカバー内でも大神戦わせれば結構余裕、意外と。どうだ43、
以前もそのやりとりをしたんだけど、はい。ああ、ごめんなさい。ごめんなさい。すいませんね。本ですか。失礼。いやでもいきなりね、やっぱりコンテクトあれってちょっとね、一瞬ドジまでってか、うん、びっくりしちゃうんで失礼。あ、まずい。じゃあ、あ、そっか、これ逆か。あ、そっか、まずい。見せてやるぜ。この位置じゃ長年、いやいや、はい、すいませんね。いや、申し訳ない、こんばんはです。はい。そんなことない、そんなことはないですよ。いや、うっかりですよ。いや、ねえ、だから僕、いや、忘れてからね、だから僕、ねえ、中卒で物覚え悪いから、その、一回でそのね、頭入るってわけじゃないんでね、ごめんなさいね。別にね、悪意はっていうかね、悪気はないんで許して。あ、こっちでいいんだよね。これで、うん、コーラのあれでのえシクシク。それなりに。いやいやいや、ごめんなさい。いやだ、申し訳ない、申し訳ない、本当に。いや、悪気じゃないか、許してください。うん、うん、いや、せめてここまでね、あれしてくれればいいんですが。いやいや、許して。いやだ、ここまでね、あれしてくれればね、まあまあね、こんばんはの逆ですけど、ね、こういうのだとなんかね、消えむみたいな感じで、中のね、逆かなって一瞬、あれってなっちゃったから、待って待ってくださいよ。どうしよう。いや、でもこれ、しょうがないっていうか。あれ、カバーができない。あれ、え、移動しちゃったから。あれ、ボーナスいな。あ、違う、あ、違う、行動があれだからか。あー、ごめんなさい。あー、こういうことか。あー、しくじっちゃったな。まあ大丈夫かな。これ移動とね、行動逆にできるってことが、逆にね、逆に行動順がって勘違いしたことがあるんですよね。うっかりしちゃいますね。あー、え、何、え、何、え、イベント、え、ちょっと待って、何、いきなりイベント、え、追い詰めたぞ刹那とやら。あははは、それで追い詰めたつもりか。何、え、誰かいる、何、誰、いきなり転んで、うん、ね、大神さん、逃げ遅れた男の子が、はい。ん？やっぱ大神さん。なんでですか？なんで男で、今んとこね、まあ、6人あれしたけど、難しいですね。やっぱり椿ですかね。攻略できたらよかったのにって思うんですが。やばいで、大神派。どうする、隊長。え、子供助けろ。やめろ。つばき、え、そんな名前でしたって。やめろ。もらった。性格だけだったら結構。え、本当に？え、犬につばきはまあありますよね。性格だけだったら結構僕、マリアみたいな感じでもいいかなーってのも思うんですが、ちょっと見た目が、でもやっぱちょっときついかなーっていうのもあるし、ぐわー、ダブラドール、あ、犬の種類ですか、なんか聞いたことありますね。ちょっと浮かばないけど、戦場で他に気を取られた、なんとおるかな、おるかなっていうか、何、消えた、え、何、いきなりってか、え、さっきの、てか、さっきのあれ倒してないんですけど、何、お、え、終わり、え、何、これで終わりなの、え、これで隊長失格ってこと、
え、体調しかってこういうこと、ゲームマイヤーセーブできるから、え、違うでしょ、え、進んだんじゃないの、うん、隊員の状況は、いや、まあ、あまり、ね、普通普通、気力充実、普通ご機嫌、え、これででも3話終わり、早い、え、ナウローディング、うん、え、もっと2時間ぐらいかかるか、ねえ、か、うん、ここは何、あ、え、何、何、何、なんで、ちょっと待って、なんでコーラがいるのっていうか、う、誰だどういうこと、ついにお前は我らの手に落ちたのだ、大神一郎、これで帝劇も終わりだ。いや、その辺ですけど、 なんでコーランがいるってか、何、裏切り者ってこと、なんばかな、なんだと、手足が動かない、夢かねさて大神くん、私の優秀な助手を紹介しよう。やっほー大神はん、ほんまええざまや。どうだね大神くん。どうだねって。かつての部下によって改造される気持ちは。改造ですか。な、何をするつもりだ。何、やめろショッカーって。我らの手によって改造され、クロノス界の新たな手先となるのだ。な、なんだと。さあコーラン、お前の腕を振るって、仮面のリーダー、新たなる闘士、ね、新大神一郎を誕生させるのだ。シーンですか。よし、任しとき。でもこの子なんかメカ好きだったら結構自分から振るってなんか願いそうな気もしそうですね。やめろ、やめるんだコーラン。いや嬉しいわ。嬉しいとか言ってるし。人体改造やってみたかったんや。ね、やりたそうなね性格してますよね。やめろ、やめてくれコーラン。マジっすか、動物実験やったことあるの。いや、そういう問題じゃなくて。さ、痛いことないから、ジタバタせんと、うちに任しとき。やめろ、やめてくれ。で、どうせ夢でしょ、さすがに。低音嬉しそう。嬉しくないです。でもどうでしょうね、これでね、体重ね、痩せさせてくれるってなったら僕も、うん。神さん、大神さん、どうだい？う、よかった、気がついたみたい。大神さん、大丈夫ですか？あ、ああ、夢だったのか。そうだ。で、あの子はどうなった？あの子はどうなったんだ？無事、助け出されたようです。親御さんが何度もお礼に来てたみたいですね。目指せてもいや、いやもう、さすがに、ね、増やしてもしょうがないから、そうそうね、減ら、ね、予算、ね、家庭、ね、ちょっと食費を減らす意味でもね、ちょっと、目方も減らしたいですね。そうか。私、正直言って対象のこと見直しましたわ。あれ、ちょろい？何？ね、いや、覚悟あってもなかなかできることじゃないね。惚れた自体値って、減らせるのどうでしょう、自信だよ。でもこれで体調失格ってことは、誰か責める人がいるんでしょ。え、うん、お兄ちゃん偉い。アイリスも大好き。誰？ヨネダ長官？大神はん、あんたほんまよくやったで。いや、それほどでも。俺、どうなったんだ？
体を随分と強く打ったようですわ。そうか、確か俺はクロンスカイのやつらにやられて。大神ハンター、医務室のポートの中で3日も寝とったんやね。3日もすごいですね。大神さん、痛むんですか？少し頭が痛むかな。まあ、これくらいなら。もう大丈夫だよ。大したことはない。もう大丈夫だよ。アイリス、すっごく心配したんだから、お兄ちゃん。ごめんな、アイリス、心配かけて。でもよかったな、体調班。大したことあらへんで。うちも人までは治せんからな。改造しようとしたくせに。ん？なんや、うちの顔じーっと見て、なんぞついとる？いや、なんでもないよ。ただ、マリアがいない。大神さん、この薬を飲んでください。はい、お兄ちゃん、お薬だよ。何かの痛み止めかな？うわ、なんだこれ、苦すぎる。コーラン、その薬、本当に大丈夫なんですの？こんなこともあろうかと、うちが開発しておいた特効薬や心配あらへん。コーランが作ったのか、この薬。あれ急に体が、あれお兄ちゃんふふふ、そうや、君は抜群、みりみり傷も塞がるで。その代わり猛烈に眠くなるという副作用もあるけどな。おやすみ、隊長班。あとはマリハンに任せればええやろ。あれマリハン、どこにおる？それが、とにかく外に出ましょう。勝利が目を覚ましてしまいますわよ。そうですね。じゃあ、大神さん、おやすみなさい。帝王ちゃん、おやつ食べないの？はい、おやつ食べましたよ。うん、ね、うん、一口チョコ、あ、はい、一口板チョコ、うん、昼間。うん、なんだろう、誰かがそばにいる。あ、額に手が、ん、冷たい手だな。でも心地いい。板チョコ70枚食べる。70枚お金があれば、まあ、何分でとか条件があればちょっとわかりませんが、うん、いけなくはなさそうな気もしますが、そりゃ、うん、いや、でも、チョコ70枚怖いかな。はい、230個目さんいらっしゃいませ。こんばんは、うん。70枚って食ったことないですかね、その、さすがに。一度に、うん、鼻血ドバーとかなっちゃいませんかね。言ってしまった。いつもお金気にするね。だってそうですよ、だって。マカダミアナッツ、アマゾンで頼んで。何？マカダミアナッツって何？マカダミアナッツって、まあ、豆っていうか、ナッツでしょ。いや、お金がね、だって、お金がないから、まあ、お金があっても、さすがにチョコ70枚よ。ね、だって、100円として、1枚100円として77銭ってか、なんで70って発すんですかね。あの冷たいって、うん、いや、僕、食ったことないですから、うん、誰だったんだろう。美味しいんですかね。うん、まあ、まあ、ピーナッツとかなんね、食ったことありますが、うん、まあね、ナッツチョコとか、そりゃ、うん、俺、ん？また誰か来たようだな。よう、隊長、少しは元気になったかい？ハワイ行きたい？いや、別に行きたくはないかな。でも、僕は行きたくないけどね、親にね、確かにね、ハワイね、海外旅行一回ぐらい。行ったことないの？ありませんよ。だって、食う機会ないし、うん、親にね、海外旅行ね、一回ぐらいね、連れてってあげたいっていうかね、そういうことができればいいですが。カンナか、君はいつも元気だな。ああ、人間、元気が一番さ。そして、笑顔が二番、飯が三番ってとこか？親孝行したことある？ないですね。ははは、いかにもカンナらしいね。俺もカンナの元気を分けてほしいよ。おーっと、弱気はいただけないね、隊長。
あの子供を命がけで助けた時のあんたはそんな弱気じゃなかったはずだ。カンナ。あたいは度胸だった。誰にも負けないつもりさ。だけどあの瞬間、とっさに身を投げ出せたのは単調、あんただけだった。正直言ってちょっと悔しかったな。でもあたい、あの時思ったんだ。隊長はやっぱり男だなってさ。へへ、悔しいけど、なんかいい気持ちなんだ。変だよな、あたい。かんな。まあ、そんなわけで隊長。それが親孝行かもしれないよ。いや、ダメでしょ。思うだけじゃ高校にはならんでしょ。早いとこ元気になってくれよな。それじゃ。かんな。やっぱりみんなにはかなり心配かけたようだな。ダメだ。また頭。大丈夫ですか？これちょっと意外と重症なんじゃないですか？ちょっといくらでも、大丈夫ですか？可愛い痛い連れてって。僕が痛いですね。ハワイとかどうなんですかね？でも、英語ちょっとはできないとさすがに、生活不便なんですかね。日本語だけしかできないね。日本語しか喋れないんですけど。英語だけでこするとみんなおかまに聞こえる。気のせいです。勝利。あ、マリアいた。あ、マリア、どうしたんだい？何がおかまですか？いえ、ちょっと通りがかったものですから。そうか、ありがとう。いえ、こちらこそ、勝手にお邪魔して申し訳ありません。海外旅行行きたい。どうでしょうね。僕自身あんまりそんなに、海外旅行にこだわりはないかな。別に国内でも、まあ、国内だったらやっぱ、海外行くとね、やっぱり言葉が通じないってとこもあるでしょうから、わざわざ海外行きたいとは思わないかな。飛行機落とさないで。落としません。大丈夫ですよ。乗れないから、乗る金がないから。肉食べたい、僕も食べたい。すまないな、体重である俺がこんなことになってしまって。イスラム行ってみたら？なんでですか？なんで、よし待って、なんでイスラムなんですか？なぜ飛び出したりしたんですか？あれ、嫌ですよ。なんか目が笑ってない、なんかすごいガチ切れしてる？あれ？パンケーキ食べたいのギャグやって。知らない？何？パンケーキ食べたいってそんなギャグあるんですか？うわぁ、ガチギレしてる？この人、マリアが、なぜあの時飛び出したりしたのかとお聞きしてるんです。それは子供が、勝利、これだけは言わせていただきます。今回の戦闘での勝利の負傷は勝利自身の責任です。そればかりか民間人に気を奪われたばかりに、敵をみすみす逃がしてしまった。その結果、より多くの市民の命が危険にさらされることがあなたにはわからないんですか？ね、怒られてます、説教されてます。ダメですね、これはダメだ。やっぱマリアダメだ。論外、ダメだ、むしろもうちょっと NG 行きですよね。はい、248コメ再開します。こんばんは。ね、それは違う。確かに、いや、どうでしょうね。確かに、敵を逃したのは失敗だったな。牛肉いいですね。僕なんかね、普段豚しか食えないんです。あれではクロンスカイを撃退したとは言えないし、そんな目先のことを問題にしているのではありません。うわ、ガチ切れじゃん。一人の民間人を助けるために隊長が死んでしまったら、この程度はどうなんですか？誰がクロンスカイと戦うんですか？それは、そこまで考えてはいなかったのでしょう？ね。赤身にくいよ。赤身なんか食ったことないよ。もし、勝利が死んでいたら、あの時と同じなんです。マリア？一時の感情に流されて体力を見失うようでは、指揮官は務まりません。ヒンドゥー教、僕無宗教ですよ。大神勝利、あなたは隊長失格です。申し上げたいことはそれだけです。失礼します。まあなんかデジャブな
体験があってことでしょうね。俺は間違っていたのか、マリアにも一流どっちでしょうね。いやでも、もう俺は間違ってない。いや、そんなことはない。あの時子供見捨てていたら、俺は一生後悔し続けただろう。とにかくもう一度、マリアと話し合ってみよう。いやですよ。お肉は食いたい。うん、ああ、この後が長いのかな。ん？話し声が聞こえるぞ。一体どうしたっていうのさ、マリア。あんたらしくもない。魚食え。魚は確かに、でもたまに似てるか。いや、結構それなりに食ってますよね。鮭とか、アジとか。ねえ、ああ、そういえば最近、サバ食わないな。はい、どうも。なんて言ってるんですか、それ、teo.com さん。読めない、に、日本語で書いてるんですね、僕。teo ちゃんエロバレーションするのめんどいからデータだけちょうだい。僕も最近、エロバレーね、ちょっと、疲れてあんまやってないんですよね。エロバレー僕もあれだから、僕のデータもまだ完全じゃないから、てか、ダメでしょ、そういうデータって何？アカウントに紐付けじゃないんですか、セーブデータって。ね、多分無理でしょう、あの場合子供を助けるのは当然だろう。なんで怒ってんのさ。あなたには関係のないことだわ。それってどういう意味だい？こんなに長い付き合いなのに私に隠し事なんてどういうつもりなんだ？あたいってそんなに信用ないかよ。いや、ケチじゃないんですよ。いや、だから本当、でもそうでしょ？セーブデータってアカウントごと紐付けだから、ねえ、僕のデータが欲しいって言うんだったら、ねえ、多分僕のプレステ4ごと渡さないと意味ないんじゃないですかね。プレステ4と僕のアカウントと、ねえ、僕のセーブデータ、ねえ、でないと無理じゃないですか。じゃあ、それでいいですか。じゃあ、その見返りの、見返りの対価をくださいよ、じゃあ。じゃあ、その対価くださいよ。あげればって、嫌ですよ。だから、それはだから、ただじゃ嫌ですよ。ねえ、ねえ、ちゃんと、それなりの相応の対価をくださいよ、じゃあ。261コメントいらっしゃいます、こんばんは。そういう問題じゃないわ。100円あげるから。100円嫌ですよ。あれだけのデータ作るのにだってね、結構時間かけてたんですから。いや、確かにそうですよ。でもね、アカウント渡したらエロバレできなくなっちゃうしね、やっぱり。マリアはいつもそうだ。どんな時も他人を頼ろうとはしない。話してくれなきゃ、あたい、この部屋、ぶっ壊すぜ。そうですね。ごめんね、カンナ。本当になんでもないのよ。エロ SS？ ダメ、僕が個人で堪能しますから。久しぶりになったのに、ごめんなさい。1時間1円でいいんじゃない、プレイ時間。やだ、安すぎ。あたい、こんなマリア嫌いだな。早く元気出さないと、一生口聞いてやらないからな。カンナ。あ、カンナが出てくる。隠れろ。さすがにここで、急いで隠れなくても。はあはあ、なんとか見つからずに済んだようだな。いかん、頭が、大丈夫、もう後遺症じゃないですか。急に走ったのがまずかったか。もうこれ、本当の意味で体調務まらないんじゃないですか。ねえ、もう任務に支障が出るレベルでしょ。俺は、おう、大神、目は明日からお払い箱だ。こちらが新しい隊長さんよ。誰？今日からアイリスが隊長だよ。だからお兄ちゃんもういらないの。
大神さん、あなたには失望しました。あなたは明日から我が神崎家の下働きですわ。いいじゃないですかね、それだったらね。食い縁があるんだったらまあいいんじゃないですか。こんなものか期待して損して早いとこ改造しておけばよかったな。体調失格ね。体調失格ですわね。ね、リスナーさん喜びそうですね。必要ないもの改造しよう。体調失格だな。みんな、みんな、勝利。あなたは、あなたは、涙、マリアが泣いている。エブアの最終回みたいになってる。ね、確かに言われてみると。早めに改造しとけばよかったね。何言ってんですか。帝王改造計画しないで。なぜ、君は、マリア、は、あれ、ここは、うん、大神くん、あやめさん、しっかりなさい、大神、しっかりしなさい、大神くん。ここは、大神くん、あなた、書庫で倒れていたのよ。覚えてないの？医務室まで運べないし、こんな時間だからとりあえず、ここまで連れてきたの。どう？まだ気分悪い？ずいぶんうなされてたから、私がお薬だけ飲ませたけど、そうだったんですか。本当にすいません。なんか、お会いしてからずっとお世話になりっぱなしで。いいのよ。あなたは花組の世話を見ることも私の仕事だもの。もっとも、私は人の心配してるのが性に合ってるらしくてね。昔から人の世話ばかりしているわ。あやめさんらしい話だな。あれ？そういえば、あやめさんどうしてここに？銀座本部に異動になったね。これからここが私の仕事場というわけね。でもどうしたの、大神くん、すごくうなされていたけど。私でよければ相談に乗るわよ。どうですかね。俺は体調失格ですか。え、実は俺マリアに体調失格だって言われたんです。俺は、俺の行動は間違っていたんでしょうか。そうね、マリアの言うことも確かに当たっているわよ。人間失格です。人間失格です。ブヒ、今大神くんが倒れたら誰が帝都を守るというの。軽はずみな行動は慎まなくてはいけないわ。はい。でもね、何が正しいかなんてきっと誰にもわからないことよ。私の意見を言わせてもらえるなら、大神くん、迷っていてはダメよ。大切なのは、それがどんな結果に終わったとしても、後悔しないように常に努力し続けることよ。あとは隊長としてマリアとよく話し合ってみることね。はい。ふふ、よろしい。じゃあ、お行きなさい。ん？こっから何？自由ってこと？何？これ。っていうことは、また？やっちゃってっていうか、行っちゃったらチャンスある？やっぱり、こんなシリアスな時でも、やるだけっていうか、確認するだけした方がいいってこと？チャンスは？ん？ある？誰だ？ん？あれ？シャワー室の音がするぞ。ロッカー巻いてる。誰ですかね、これは。うん、ロッカーの中に、カンナの服がてる。カンナか。カンナか。どうしよう。シャワーに命をかける男帝王。どうしよう。見たいんですか？皆さん、カンナ見たいですか？見たいんですか。いや、別に選ぶのはいいんですが、いかん、頭クラクラしてきた。しっかりしろよ、大神。いいの？体が勝手にでいいの？ダメだ。体が勝手にシャワー室に。
かっかんながシャワーを浴びてる。ん？そこにいるの、隊長じゃねえか、バレてんじゃん。え？うわ、いきなり見つかってしまった。どうする？いや、平然とする。逆に開き直ったらなんか意外と、こうなったら覚悟を決めるしかない。いや、カンナ、俺もシャワーを浴びに来たんだ。なんだ、そうか、奥の方が空いてるから使うといいよ。どうでしょうね。あ、やっぱりあれですかね。やった、信じてくれたぞ。あれ、隊長、服を着たままだぜ。そのままで入るのかい？あ、あれ、ほんとだ。はははは。これはうっかりしてて。はは、しっかりしろよ。じゃあ、俺はこれで、カンナ、ごゆっくり。ふう、奇跡だな。信じてもらえたのは。だいぶ時間を食ったな。急いでマリオを探さないとね。あ、なに、マリオを探すの？マリオ。なんで、部屋じゃないの？部屋にいるんじゃないんですか？さすがシャワー芸人。ねえ、好きあらばシャワーですけど。ショコ？ああ、そうなの？マリア、部屋にいるだろうか。抜いてませんよ。大神だけど、マリア、いるかい？マリア、いないのかい？部屋にはいないようだな。マリア、どこに行ったんだ？他の部屋探そう。とにかくマリアときちんと話をしないと。見逃した。残念でした。これでショコなんですか？あ、いた、あれ、あそこで寝てるのは、コーランじゃないか？コーランですよ。あれ、マリアじゃないの？あれ、やっぱりコーランだ。こんなとこで寝ているなんて。部屋まで運ぶ？大丈夫？仕方ない、部屋まで運んでやるか。なんで、できんの？あ、起きた。あ、コーラン、ちょっとごめんよ。これ起きた状態でこんなことしたら。でもあれですよね、あれ、思ってたより軽い。戦場で酵母を狩る花組の隊員もやっぱり普通の女の子なんだな。さて、どこに運ぼうかな。え、どうしよう。いや、さすがに、よし、コーラの部屋に運ぼう。すぐ近くだしな。これ何、どっち運ぶかでなんか変わるの？もしかして何、自分の部屋に運んでたら。コーラ、部屋に着いたぞ。おい、起きるよ、コーラ。あ、じゃ、大神はん、なんでここに？あれ、ここ、書庫やない、うちの部屋の前や。書庫で居眠りしてたから、ここまで運んできたんだよ。はい、どうも、287個目さんいらっしゃいませ。和骨です。今、3話、やってるとこです。風邪をひくといけないと思って。なんや、そうやったんか。おうちに、おがみは、助かりましたわ。調べ物しとるうちについ眠くなってしもうて。今日はもうゆっくり寝るんだ。無理はよくないぞ。そうやな、ほな、大神はおやすみなさい。あ、おやすみ。これ何ですかね、自分の部屋に誘ってたら。さて、だいぶ時間を食ったな。急いでマリアを探そう。てか、マリアはどこにいるでしょう。こっちの方、サロンとか違う。誰もいないな。さすがにこの時間お茶を飲む人はいないようだ。しかしさっきのマリアの言葉、体調失格か。本当に俺は失格なのか。どこでしょう、テラスとか。こっから見える夜の銀座、街のネオンがこんなに綺麗だなんて知らなかったな。そうだ、マリアの姿は見かけないが、どこにいるんだろうか。ここじゃない、どこ、舞台の方かね。ホール、1階ホール、ここは昼間特等席のお客さんのたまり場になっている。
マリアはいないな。テラスにもいないようだ。どこでしょう。舞台の方。ん？誰？あ、いた。勝利。マリア、待ってくれ。勝利、もう私に構わないでください。マリア、俺の話も聞いてくれ。お話しすることは何もありません。マリア、待つんだ。怖い、なんかもう、ん？ふははははは。え、何？ん？この声は？え、何？帝国歌劇団橘マリア、ロシア革命の闘士。ロシア革命？あるいはクワッサリーとでも呼んだ方がよろしいかな。クワッサリー、何ですかそれは。革命の闘士クワッサリー、一体何のことだ。貴様の正体、我がクロノス会が見破ったり。正義を守る帝都の戦士とは仮の姿して、その真実は冷酷無比な鬼畜よ。三日月型のパンのことではそれクロワッサンですね。貴様の素性を仲間に知られたくなくば、今すぐ姿を見せよ。え、何？姿が見えてるからそういうこと言ってんじゃないの。何？クロッサリーって何？消えた。マリア。え、クロッサリーって、いや、こっちの方が気になりますよ。今、あいつがマリアをクワッサリーって呼んでいたようだけど、クワッサリーって何のことだい。でも答えてくれそうにないですよね。マリア、もし行くのなら俺もついていくぞ。大丈夫です、少尉は。私があんな挑発に乗りとでも思いますか。では少尉、失礼します。いや、絶対乗りそうですよね。それにしても今のは一体、クワッサリーとかロシア革命の闘士とか一体どういうことなんだろう。マリア、やはり俺には何も話してくれないのか。ここであれなの？結構長いんですかね、3話って。ご機嫌斜めですよね。あれ、コーラが1位になった。それにしてもさっきの刹那の言葉何だったんだろう。マリアのこといろいろと言っていたけど、あれはどういう意味だったんだ。ポテト買ってきたけど品々だわ。はい、ああ、ね、ポテトはね、ただ、ね、持ち帰っちゃうとね、結構品々になっちゃうのがね、本当にたまに傷っていうか、まあできるならね、本当にね、ポテトはね、揚げたてっていうか店で食べた方が美味しいんですけどね。どうにか、なんかないですかね。何言ってんですか。はい、チョモさんいらっしゃいませ、こんばんは。ポテトなんか、そのね、揚げたての状態で家でなんか食べる美味しい方法っていうか、なんかね、手段ないんですかね。誰？隊長、隊長大変だ、開けてくれ。何？ということで、ここまでの裏筋を。ここまでの裏筋。なんか、僕が体調失格だって罵られた、そういうとこです。どうしたかんなっていうかね、服装、何？ん？制服？真っ黒
肉は塩抜きで頼むと揚げたてで出てくるらしい。え、そうなの。ああ、そういうことか。でも、いや、だから問題は、問題は家でね、家でどうやって揚げたてなんかないんですかね。レンジで温めてもね、あんまりですかね。はい。ひまつら親分さん、すいません、広告。はい、ありがとうございます。ポテト300余裕でしょ。チョコ70枚よりポテト3、ポテト1本でしょ。1本で300全然余裕でしょ。油で、いや、でも、それもちょっと手間かかりますかね。割れとくじゃないですか。隊長、マリアが後部で出ていっちまった。やっぱり、ね、挑発に乗りやすい感じですよね。なんだって、本当か、カンナ。まさか一人で刹那のところに。隊長、説明は後だ。指令室へ急ごうぜ。わかった。これでもう一回戦闘ですか。マリアは？コーラン止めようとしたんだけど、間に合わなかったそうよ。役立たずめ。うちが交尾を整備しとったら、マリアはんが来はったんや。うち声をかけたんやけど、マリアはん目もくれんで交尾で出て行ったんや。やはり、刹那のところに一人で行ったのか。大神くん、何か知ってるの？油の中に虫を入れたら、これが本当の油虫。食べたくはないですよね。いや、クロノス界の刹那がマリアのことを、クワサリと呼んで挑発したんですが。ねえ、クワサリって何？あなたたちにも話しておかなければならないでしょうね。話はマリアがまだ、ロシアで暮らしていた頃まで遡るわ。ねえ、ペッサリーって何？ペッサリー、クワッサリーですよ。わかんないです。コーブのサイズってどんなもん？人が、僕じゃ無理ですかね。ロシア王朝の圧政に苦しんだ民衆が起こした革命の嵐。その中心となる舞台に一人の少女がいたの。少女のコードネームはクワッサリ。つまりそれはマリアのことよ。油虫、笑う。ね、クワッサリとは低い鳥という意味。戦場黒い炎のように駆け抜ける、彼女の戦いぶりからついた名前らしいわ。彼女は実の兄のように慕っていた隊長がいたの。けれど、ある戦いで隊長は命を落としてしまったの。味方の援護は遅れてね。マリア放火に怯えて、その時の援護射撃が遅れたことをいつも悔やんでいたわ。彼女はそれ以来戦場での犯罪ミスにとても厳しくなったの。また神奈川の犯罪者脱走したみたいですね。304コメされましたけど、ま、でも一応神奈川で脱走したみたいですがね、犯人の住所はなんか東京らしいから神奈川関係ないですからね。特に大神くん、あなたにはかつての自分の姿を重ね合わせて見ているの。お前方、何言ってんですか。神奈川激アツじゃないですか。やだ、ね、桜大戦放送してるらしいよ。誰のことですか。それでマリアさんは大神さんを責めたりしたんですね。悲劇を繰り返させないために。でもだからといって一人で出ていくなんて。ここまでのあらすじ、帝王親孝行のために以来いかに来ません。帝王の身代わりになったらしいよ。何言ってんですか。何何がまさかじゃないでしょ。まさか。きっと知られたくなかったんだ。マリア昔からそうだった。あいつは自分の悲しい過去を他人に知られたくなかったんだ。特に隊長、あんたには。マリアはんがそんなヘビーな過去を背負ってたとは知らんかったわ。与えた長い付き合いなのに水臭いな。カッコつきすぎだぜ、あいつ。私、他人のことには干渉しない主義ですけど、話を聞いてしまった以上は放っておけませんわ。お兄ちゃん、マリア、お願いね。行きましょう、大神さん。ああ、帝国歌劇団、出撃だ。はい、どんぐりさん、いらっしゃいませ。どうも、こんばんはです。今、桜大戦、はい、第3話ですね。終盤っぽい。
過激団。過激。僕の方は過激過疎団。帝王早くアイリス出して。どうすんの？アイリスって何？てかアイリスはいつ出んの？次ぐらい。てかこういう風に1話に2回戦闘あるパターンもあるってことですか？こいつらいつ脱ぐの？さあ僕も知らない脱いだ人はね一応今まで3人ぐらいいたんですの、帝王アイリスに出すの？出しませんよ。何出してんですか？帝王の夕飯は何？生姜焼き？餃子です、うん、昨日の餃子の余りです、うん、でもこれ時間結構あと30分ぐらいなんですけど、歌ってるの聞いてないんだが、昨日歌いましたよね、うん、今日は歌う気ないっていうか時間がないから無理ですよ。多分あと30分で終われますかね、クロンスカイどこに逃げた？あら、梅雨。ニートの癖して餃子を食べてる、ニートの帝王、即出荷。何言ってんですか？せつな、出てこい。たたたた。クククククク、よほど自分の過去を知られるのが怖いと見えるな。アブラムシの方がいいって？アブラムシ、アブラムシ、アブラムシ出荷してください。何ですか？そんな時に歌ってどうするんですか？クロントミッションなんですかね？やったことないですが、出た。ははは、まあまあ高かったな。あ、やられてるね。しまった。え？やられた？5機で帝国歌劇団参上。大神さん、あれ見て。うわ、何こんなにいっぱいいるの？マリア。ちょっと何こんなに、マリア機は動けないよね。隣に行って助け出してあげて。ちゃんと帝王もポーズ取ってる。急いで、一刻も早くマリアを救出するぞ。教会。何機いる ?6?9?10?10 ってか、これでしょ？ここまで行くんでしょ？ここまで行くのにあれして、うわ、何ちょっとこれ、全部、いや、全部勝たさなくてもいいのかもですが、何これ、ひなわ足軽ね、これ、大筒でしょ？ひなわってどうなんですか？足軽ひなわ。そう、結構これきつくないですか？てか今だ誰？今だこれだ誰が、ちょっとこれカーソルあれしたら誰の順番かわかんないですが、僕わかんない順番か。2番がコーラン、ファイアーエムブレムよりハヌルイハジダヨアクイユじゃなくて、でも結構敵の数多いですね。これは結構はい、あっちからもいるんだ。あれじゃないんですけどね。はい、猫の神さんいらっしゃいます。どうもこんばんはです。これは桜大戦の方です。んでも動かない。どうしましょう。
こっちから行った方がいいってことで、こっから正面突破しない方がいいってことですか。こっちに行くってこと、どうしましょうね。これ何ターン以内とかはさすがにないんですよね。さすがにというか、ええ感じやで、ええ感じやで。私の出番ですわね。これあ、ここでバツを押せば直す B か。ちなみにさっきベニランを自分の部屋に運ぼうとしてたら、はい、桜に見つかって好感度ダウンでした。あ、そうなんですか。自分の部屋に連れ込んでた、弁解できなかったでしょうね。そうだったんだ。じゃあちゃんとね、正解選んでたってことですか、一応。敵動かないですね。今かばった。なんで敵は動かないんですか。疲れるのも面白くね、前に突っ込んで攻められるのもあんまり面白くないけど、はい。え？暑い？いや、昨日よりはそんなに暑いとは思いませんでした。こんなにしなくるくる。だって外で寒いもんね。はい。そんなに今日外暑いんですか、わかんないですけど。ありがとうございます。あ、まずい、狙われた。あ、カバーを。あー、でも どうなの。一人。ありがとうございます。どうしましょう、どれ壊すのがいいのかな。
壁壊す、壁壊せますかね、ワンパンテン。順番が気になるので、壁先、あっち壊しておいていいですよね。どれ？ワンパンいける ?95、ナイス。よっしゃこれで、ファイアーエムグレムより難しいですか。いやさすがに今のところは、問題な、ないでしょう。いきます。この後がどうなるかですけど、さすがに、これくらいだったらね、今のところは大丈夫でしょう。別にこれ味方やられてもどうせそのゲームオーバーとか ないんですよね。多分全員やられなかったら。それにね、どうしましょうか。やられたことがない。じゃあ大丈夫じゃないですか。バンバン、よし。好感度が思いっきり下がるだけ。そう、思いっきりですか。マジですか。ありがとうございます。これカバーってな、どうなんですか。何回も有効なんですか。ちょっとそのあたりもよく分かってないんですが、どうしよう。ワンパン強い。8回くらいまで、8回までとかだったような。8回ですか。そんなにあれなんだ。こっち潰しておいた方がいいかな。あ、70で潰れるんだ。どうしようかね、こっち。ダメか。行くぜ。どう。あ、そっか。そっとか。でもカバーを、てかカバーう人ができるのは一人だけなんですよね。そこはあれですよね。この状況で、だからこうやって例えばこっちの。ね、今カンナ選んだらタクラがカバウの対象外じゃないってことですよね。そういう認識でよろしいんでしょうか。よっしゃ。
任せてください。どうしましょう。結構減ってるんですよね。あー、あれかばってんのか、スチームのところ。もう一回、でも壊したいような気も、難しいですね。何やるか、壊しとく。ただね、これ必殺だったらいけますかね。必殺だったら火力ありますかね。頑張りや、武士のチビママたち。今日のびっくりドキリメーカーが虫ガム潰す。あ、すごい強い強いね。必殺やっぱ強いですね。やったで、やったで、グッジョブ。これでどうしよう。まあ、潰しますか。お疲れ。私の出番ですわね。待機、あいつらもう動かないんですかね。どうしましょうかっていうか、回復取りに行かなくてもいいでしょう。特にお金が貯まるとかないんだったらね、ささって終わらせた方がね、ちょっと時間もあれですし。フロントミッションでしょそうなんですか。いや僕フロントミッションのはやったことないかわかんないんですよね。はい、334個目さんいらっしゃいませ。こんばん。そんなに似てるんですか、フロントミッション。わかんないんですが、似てる、似てるんですか。そんなにですか。私の出番ですわね。あ、来た来た来た。あ、そこ狙う。頑張る。背景のパイプとか。背景のパイプ。そう、ゲームシステムのことじゃないですか。似てるっての。どうしましょうね。どうせかばってくれてるし、もうちょっと行きましょうか。サクラも行く。科学を舐めたらあかんで。何シリアスな場面で そういうはしたないことをやってんですか。これどうですかね、残り時間的に終わりますかね。延長しといた方がいいですかね。ちょっと厳しいですか。何今さら動いてんの。遅いよお前らっていうか、挟め地のつもり。こっちまで来てるし。
生がどこ行くの？どこかんぽい。これじゃただねえ、うまい具合にあれですよね、潰しましょう。すぐ浮気するの？それシリガル、それシリガルのことでしょ。何言ってんですか。でもこれ無理でしょ。こうは無理なんでしょうね。建設してないと言いますか。合格おめでとうございます。59？ 残っちゃう。やりましたか。え、これも何、まあ前とか横とかの概念があるってことなんですかね。ちょっとあんまり分かってないですが、そんなことないし。なんでそっち狙うの？カンナの方狙えばいいじゃん。ちょちょちょ、やばいやばいやばい、ちょちょちょ、なんで逃げ切らんてんの？カバーウーン。足りるでしょ。どうぞ。ひ、108強い。よっしゃー。あとは、どうしましょう。真剣な帝王かっこいい。そうですか、ありがとうございます。ですが、行くで。落ちた。やったで。どう、隊長の力を見せてやれ。カバットはいいですかね。私の出番ですわね。さっきからクリリンになってるよ、はい、混ざってますよ。強いですかね、クリリン。あ、そこからクリリン。これ経験値とか金とかの概念がないんだったらね、なるべく戦わない方が、てか時間のこと考えたらささって終わらせた方がいい。さすがにちょっと間に合わないですかね。ありがとうございます。延長しといた方がいいですかね。え、どうせ、なんでクリリンにしたのかな。なんでわかんないですね。それは誰が決めたのか知りませんが、これで大丈夫？え、隊長、マリアいねえぞ？何？ん？
何これ、うん、広いってこと？任せてください、うん、どうしよう、拾いに行った方がいいんですかね。ほんなら行くで。結局オオガミって誰と結婚したの？さあ僕は原作知らないからわかんない。結婚してどうなんですか？その辺は何？どうなんですか？なんか公式の設定とかあるんですか？っていうかそもそもねこれ1っていうか 2もあるんでしょってことは何これね、ヒロインと結ばれないってことなんですか？その辺もよくわかんないですがね。ねギャルゲーって言っても何本当に何か彼氏彼女みたいな関係になるってことじゃないんですか？その辺もよくわかんないですがね。あくまで何お友達として仲良くなるってそういう程度ってことですか？やりました。新しい桜大戦はやる予定ある？いやー今んとこないですね。お金もないし。っていうかこれあれか、普通だったらここであれするか、これあれしてれば終わってたってこと、うん、ねえ隊長、ロケットが落ちてる。これマリアのだ。くそ、一足遅かったか。え？ふはははははは。女は預かった。返してほしくば、大神次郎、貴様一人で来るがい。またかい。その時までこの女の命は預かっておく。え？ってことはこれ何？え、まだ3話続くってこと？なんて卑怯な。クロノスカイ、気に入らないね。ロケットって平気だよね。そっちのロケットじゃない。ペンだとなんか写真が入ってるとかね。あそういうののロケットでしょ。隊長、あれをご覧になって。何？え、これに乗ってけってこと？これに乗れということでしょうか。大神さん、これは罠です。そうだ、やられるって分かってんのに行くなんて無茶だぜ。ロケットモンスター。それはポケットですね。自分の部下も守れなくて何が隊長だ。大神さん、いいか、もしマリアだけでも戻ってこられたなら。彼女を隊長として花組を再編しろ。大神はん、何言うとるんや。必ずマリを救出してくるからな。あとは頼んだぞ。隊長。これ船が沈んだら笑えるな。僕だったらドボンって沈んだかもですね。え、これまだ続くの？え、これ本当にちょっとまだ時間かかる？ブロック増してくる。まあ、いってらっしゃいませ。え、これまだ続く？船ちょっと小さすぎるなとは思った。どうしましょう？これここで終わった方がいいですか？まだかかります？結構。時間的に間に合いそうにないんでしたら、ちょっとここで終わった方がいいですか？いや、あとどんぐらいっていうかね、できればあと10分ぐらいで終わるならあれですけど、まだかかる。いや、違う。終わる？本当に？でもね、まあ、10時からね、FF もありますから、大丈夫？進めて大丈夫ですか？ちょっと、教えてください。そういうところはね、ネタバレ全然歓迎ですから。これ本当にもう終わるんじゃない？大丈夫？死んでますよ。お疲れ様です。俺はわかりません。どうなんですかね。信じてね、人造さん信じますよ。ネタバレ厳禁だから、いや別にいいんですよ。知ってるなら、ネタバレ戦闘なら終わるかな。戦闘ですかね。どっち、やったことがないからわかんない。ね、やったことあるのは多分人造さんでしょうからね。来たか大神、いい度胸。戦闘ではなさそう。勝利。マリア、無事か。見ての通りだ。勝利、どうして来たのですか。どうしてって船に乗ってきたんですけど。俺は花組の隊長だ。部下を助けるのは当たり前さ。
何を今さら。罠かもしれない。俺の判断ミスかもしれない。でも君をここで見捨てることは俺にはできない。私なんかのために本当に。臭い芝居もそこまでだ。続きはメイドでしてもらおう。俺だったらここら辺で大神とマリアもろともばっかりな。ねえ、やりようなんて、まあいくら、まあね、そういうとこはね、物語ですかね。ぐわっ。立て、大神。簡単にくたばられても面白くない。いや、そういうなじるのは、まあ負けフラグですよ。うん、ね、敵側からね、あえて忠告しますが。うんね、とどめさすならね、さっとね、一時期ね、必殺で、マリア。どうした、帝劇の隊長。だらしがない。俺だったらマリアにバニーガールの。そうですか。僕だったらヒームくんじゃないですかね、普通に着せないで。ではとどめだ。なじる割には何いきなりとどめる。勝利なの。薄い本が熱くなっちゃう。ああ、熱くなっちゃう。何これ。今のは何船からの攻撃だ。そこまでよ。あ、何知ってたの。もしくはマリアの顔に落書きする。アイリスか。額に肉とか。さくらくん。みんな。どうしてこの場所が。こないだ時のために各隊員の制服の襟に発信機がつけてあるのよ。じゃあ最初からちょっと待って。じゃあ最初からここに来りゃよかったじゃないですかってなるんですが。生きがってくれるね。てかね、敵だって捕まえたら身体検査ぐらいねするもんじゃないですか。発信機ぐらいね、ね、電波探知機かなんかでね、それぐらいはするんじゃないですかね。まあね、大正時代だからってことで、まあ、納得しときましょう。マリアをいたぶってくれた落とし前、たっぷりつけさせてもらうよ。隊長、この場は私たちに任せて。マリアの後部はまだ使えるよって、二人ともはよ合流しや。さ、早く。まさかこれ また戦闘ってことあるんですか。マリア、行こう。今度は俺たちの出番だ。これここでセーブってことは戦闘ですよね、多分。いや、ちょっとさすがに。どうだよね。ちょっとさすがにもう無理かな。ね、ちょっとね、まだ多分戦闘でしょ、この後。ちょっと終わんないですね。昔すぎて忘れたんやで。いや、いいですよ。ちょっと終わりそうにないですね。ちょっと今日は、中途半端になっちゃいますが、ここで終了にしましょう。はい。ということで、はい、2時間半ご視聴どうもありがとうございました。お疲れ様でした。